岩戸の山城は山梨県大月市賑岡町にあった日本の城。標高634メートルの岩戸の山に築かれた山城。海の国鶴郡の国衆小山田市の居城とされ、戦国時代には東国の城郭の中でも屈指の堅固さを持っていたことで知られた山梨県指定史跡。相模川水系の桂川と、 クズの川とが合流する地点の西側に位置する。頂上の南側直下は、鏡岩と呼ばれる歴岸が露出した約150メートルの高さの崖で、狭い平坦地を挟んで、さらに急角度で桂川まで落ち込んでいる。大月市街地からも近く、大月駅からも間近にその姿を眺めることができる。山頂までは、大月駅から徒歩で約1時間。山頂からは、 富士山が望め、山梨百名山、修霊富岳十二系、関東の富士見百景にも選定されている。山の南側と桂川の間の狭い場所に、中央自動車道が通っている。1972年2月末頃には、岩戸の山で大規模な地滑りが発生。同年3月21日から、中央自動車道の相模湖インターチェンジと、大月インターチェンジの間が、 全面通行止めとなった。仮インターチェンジを設けるなどした後、7月22日に通行止めが解除されるまで通行止めは123日間に及んだ。江戸時代後期の文化年間成立の海の国史によれば、岩戸の山には大道元年海装と伝わる天台宗寺院の円通寺が存在し、円通寺は岩戸の山の南東六に観音堂や三重等。 神宮などの仮乱が廃され、岩戸の権限、七社権限と呼ばれた。十三世紀に入ると、天台系昭和院末の主言道の場として栄えている。十六世紀になって、大名の両国支配制が成立すると、軍内地方は、海主後、武田や、軍内領の国州、小山田氏の支配を受けるようになった。岩戸の山城の築城時期は不明であるが、海の国史では、 小山田氏の本拠である谷村間の爪城説を取っている。海の国史に先立つ天明三年の萩原元勝つ、海の名称史でも同様の見解が取られており、江戸後期には小山田氏による妖怪説が認識されていたと考えられている。一方で、近年は岩戸の山次郎、谷村間の爪城とするには距離が離れすぎていることから、 武田氏による相模との境目の城として築かれたとする説もある。甲州街道の通過する大月は武蔵国など関東地方へ至る街道が交差する地点に位置し、甲府盆地と異なる地域的まとまりを持っていた。小山田氏は初め武田氏に対抗していたが、永正6年に武田氏に敗北すると武田氏の参加に入った。その後は武田氏が、 相模の北条氏や駿河の今川氏と争い、相模、武蔵と接する軍内領は軍事的拠点となり、岩戸の山城は国境警備の役割を果たしていたと考えられている。岩戸の山城は東西に長い大きな岩山をそのまま城にしている。前方面が急峻で、南面は西から東までほとんどが絶壁を連ね、北面も休憩者である。 東西から接近できるが、それも厳しい愛路を通らなければならない。各種の防御施設が廃されたが、天然の地形のせいで、核も通路も狭く、大きな施設の余地はなかった。周囲には、集落や、武家館が点在していたと考えられている。信長後期、紅葉軍艦、後乱期によれば、天正10年3月、小田。 徳川連合軍の武田良信公に際して、武田家臣、小山田信主は新府城から武田勝頼を岩戸の山次郎へ迎えるが、勝頼一行が軍内領へ向かう途中で信主は勝頼から離反し、勝頼一行は天目山で自害した。李喜び日記では信主が勝頼に牢城を進めた岩戸の山次郎、自ら家財所と記している。 小山田の武は勝より滅亡後に、小田氏に出資しているが、海義光寺において処刑され、軍内小山田氏は滅亡する。同年6月には、本能寺の変によりかい、信濃の武田医療をめぐる、天正人語の乱が発生する。鶴軍では、本能寺の変が伝わると、土豪や有力百姓などの、地衆が放棄し、海の国を統治していた、小高神。 川尻秀高の家臣は追放された。こうした状況から、後法上氏では、相模津久井城主、内藤綱秀が、鶴軍へ進行し、岩戸の城を確保した。後法上氏はさらに、鶴軍一帯を制圧する。天正神語の乱において、甲府盆地において、三河国の徳川家康と、北条氏直が対峙するが、徳川、北条同盟の成立により後法上氏は買い、 軍内領から撤兵し、海の国は徳川家康が領した。江戸に武家政権を成立させた徳川家康は幕府の緊急事態の際に甲府への退去を想定していたと言われ、江戸時代にも岩戸の山城は要塞としての機能を保った。岩戸の山の山頂には明治期の陸軍大将である野木稀助の私費がある。野木が 明治12年に登場した際のもの、ありがとうございます。